竜宮はアポロ群に分類される地球近傍小惑星の一つ。宇宙航空研究開発機構が実施する小惑星探査プロジェクト、ハヤブサ2の目標天体である。1999年5月10日にリンカーン研究所の自動観測プログラム LINEAR によって発見された。地球近傍天体の中でも特に地球に衝突する。 可能性が大きく、かつ衝突時に地球に与える影響が大きい、潜在的に危険な小惑星に分類されている。S 型小惑星の糸川よりも太陽系、形成初期の有機物や岩水鉱物をより多く、含んでいると考えられること、地球から比較的近い軌道要素を持つことなどから、早ぶさ中の目標天体として選ばれた。 炭素の含有量の多い炭素質コンドライトからなる C 型小惑星である。また、観測結果から岩水シリケートの存在も示唆されていた。ハヤブサ通東西の近赤外分光系の観測から得られた3マイクロメートル波長帯のスペクトルの解析から、リュウグウの表面には岩水鉱物の形で水が存在しており、加熱や衝撃を受けた。 炭素質隕石の蘇生に似ていることが分かった。ハヤブサツ2から撮影された自転するリュウグウの画像、ハヤブサツ2による観測結果から破壊された母天体の破片が最終石して形成されたラブルパイル天体である可能性が極めて高いとされている。母天体は45.6億年前に形成されたポラナまたはオイラリアとされ14億年前に ポラナ、または8億年前にオイラリアが、他の天体と衝突して破壊され、その衝突破片が最終積することにより現在の、リュウグが形成されたと考えられている。駒型や、ソロンの玉型と形容される形状は、かつて高速自転していた頃に、遠心力によって形成されたものと考えられている。現在の自転周期は7.6時間とゆっくりだが、 自転周期を3.5時間とした場合に、現在のような形状となることが明らかになった。母天体の破片が最終席した際にすでに拘束、自転していたか、最終席後に、ヨープ効果によって、自転速度が上がったか、二つの可能性が考えられている。2015年10月5日、小惑星センターのリストに、リュグの名称が記載されたことが、 弱さから公表された。弱さは、リュグの選定について、以下の理由を挙げている。浦島太郎の物語で、浦島太郎が、玉出箱を持ち帰るということが、早草ブサ2が小惑星のサンプルが入ったカプセルを、持ち帰ることと重なること。小惑星1999中3は水を含む、岩石があると期待されており、水を想起させる、名称案であること。 既存の小惑星の名称に類似するものがなく、神話由来の名称案の中で多くの提案があった名称であること。リュグは、神話由来の名称が望ましいとする国際天文学連合の定めたルールに合致し、また、第三者商標権等の観点でも大きな懸念はないと判断したため、16万2173が小惑星番号で、いわゆる本名に相当する。 小惑星センターに正式登録されるまでの仮不号が1999中3であり、名称が付けられるまでの故障として用いられた。1999は1999年、J は5月前半、U3 は95番目に発見されたことを表す。名称の竜宮は弱さによって一般公募された案の中から選考された。 2015年7月22日13時30分から8月31日10時まで JAXA の特設ウェブページやハガキにより応募を受け付け選考委員会での選考で名称案、リュグを選定した。これを発見者である LINEAR チームに伝え LINEAR チームが IAU に命名提案した。IAU の商店対命名委員会による審査は 通常3ヶ月程度かかるが、1999中3については迅速な審査が行われ、リュグが正式に認められた。2018年10月に、JAXA から IAU に、リュウグ表面の地形の名称案が申請され、同年12月に、乙姫、江島、リュウジン、桃太郎クレーター、キビンゴクレーターなど、子供たち向けの物語にちなんだ13カ所の命名が、 承認された。ジャクサは、翌2019年8月22日に、はブサツ2による、サンプル採取の際に形成された、直径約10メートルの人工クレーターに、おむすびコロリン、クレーターと相性をつけ、その周囲の岩も、個人となった助教の飯島雄一と研究員の、岡本千里にちなんで、飯島岩、岡本岩と名付けられた。なお、 おむすびコロリンクレーターは2019ユーキャン新語流行語大賞にノミネートされた。推挙したのは約3つるで、早ヤブサ2の話題は異業としても手早されたんですけど、その後の言葉が定着してない。ここに入れることによって、そういう言葉もあったんだねと認知してもらう効果もあるわけですとしている。竜宮の尾根の名は、浦島太郎の登場人物に由来する。 竜宮の地獄体の名は、神話の理想郷に由来する。竜宮の眼界の名は、大半が、浦島太郎に由来する。竜宮のクレーターの名は、キビ団子以外すべて童話の登場人物に由来する。日本科学未来館で展示された、はやぶさの実物大、モデル2021年12月。ありがとうございます。